サージ・ソベロフによる三人乗りのバイダルカの模型。バイダルカは、アラスカ西岸からアリューシャン列島にかけて居住したアリュートたちが発展させたカヤックに対するロシア5名。アリュート人は、イカック、イ、キャックなどと呼んでいたと思われる。木材や重骨を使った骨組みの上に、怪獣の皮を張って、船体を作り、接合部に重視などで防水を施したスキンボートの一種で、 数千年にわたる歴史があると見られているが、アリューシャン列島でのカヤックの字、リーヨは歴史的には一旦断絶しており、近代の研究者たちによってその姿が知られるところとなった。特に、ジョージ・ダイソンによるバイガル化研究と近代素材を用いたリメイクの試みは、ケネス・ブラウアーによる書籍、宇宙船とカヌー及び、 それをもとに映像化された同盟の TV 特別番組によって日本でも有名である。ただし、ジョージ・ダイソンによるバイダル化制作はオリジナルの正確な復元ではなく現代的な解釈も盛り込んだ上でのリメイクであることには留意すべきである。ジョージ・ダイソン自身によるバイダル化研究とリメイクのストーリーは彼の著書バイダル化に記されており、 彼に習って自身でバイダルカを制作するための寸法図も掲載されている。実際、アメリカ合衆国やカナダではバイダルカを自作して楽しんだりキットを制作して販売している人々も存在する。その内容もジョージ・ダイソンのように現代的な素材を利用して性能を求めるものからできる限り歴史に忠実な復元を目指したものまで様々である。 バイダルカをグリーンランド圏などのカヤックと比較した時の形態的な特徴は上下二股に分かれた独特の選手と末端を絞り込んだかのような戦備の形状だがこれらがいかなる自由を持って進化したものかはまだ断定されていない一般的には焦げ波性能と巡航速度を高めるための工夫であると言われているようだが呪術的な意味合いを持つという見解もあるまた 伝統的なグリーンランド系のカヤックが数と乗りのみであったことに対してバイダルカには二人乗り三人乗りのものも普通であったようであるただし三人乗りのバイダルカは古来からのスタイルではなくアリュートたちにより多くの交易品を運ばせたかったロシア人交易省の要求に応じて大型化したものだという説もあるいずれにせよ グリーンランド系のカヤックが集落からの日帰り圏内での狩猟に使われる道具であったことに対してバイダルカは狩猟のみならず長期にわたる沿岸航海にも使われたことからグリーンランド系カヤックに必死的水が深く積載能力が高かったとは言えるようだ。ありがとうございます。